さあ、どうもこんにちは。ゴミ安坂です。今日はですね、曲がり川にこの GT2RS はガレージ保管していただいてるんですけれども、さあ明日月例なのでタイヤ交換しております。前回はですね、ダンロップタイヤで走ったんですけれども、ミシュランタイヤに今交換しております。で、まあこれせっかくなので、あんまり見ない機械ですよね、このセンターロックって。センターロックってそもそもこれキャップがもともと真ん中にこれあったんですけども、だからこれを外してあげて、あ、これさっきね、ちょっとインクが漏れて、はい、手に染まっちゃいました。はい、僕の、ちょっと青色の手してますけど、今日朝からトラブル続きですね。で、これを取ってあげて、ここにカポッとソケット大きいものをつけてですね、外すんですけれども、まあなんでこういった通常のホイールナットとか使わないんだっていうと、もう接合剛性高めようと思った時に、締め付けトルクがやっぱりボルトが太くなるとすごい上げれるので、それだけガチッとハブに対してホイールをつけれるっていうのが魅力としてはあります。しかしながらこのセンターロックになると何が大変かって、この長さなんですよ。今ちょっと置いてもらいましたけども、ちょっと持ってみよう。うお、重っ、重っ。だからこれもうね、一人ではできないんですよ。だからこの長さのね、ちょっと今ちょっと工具をお借りしてますけど、本当すいません。これだから車の横にちょっと今仮で置かせていただくと、この長さのものを一人では持てないじゃないですか。ここにあるんですよ、エンドが。で、なんでこれでこんなに長いかって、このぐらい長くないと全体重をその上にかけないともう外れないぐらい、これ締め付けトルクがきついんですよ。で、一人だとこれ真ん中にカポッとはめても誰か真ん中を押さえておいてくれないと外れちゃうので、なので二人がかりで外すって、フロントタイヤはもう誰かにブレーキ踏んでもらわないといけないので、三人がかりで外すっていう。おお、ほら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 、これ見たかったの。はい、これリアステアです。これリアステアの、これが頭調整です。だからここの中のこれアクチュエーターがウニウニ動いて、この前側のアッパーアームの部分の長さが変わることで塔が変わるんですよ。これわかります？だから他は通常のマルチリンク式で一緒ですけども、他は可動部ないですもんね。で、セラミックカーボンです。だからこれホイール交換の時にね、このローターにホイールがぶつかったりすると欠けたりするので大変っていうのを昔から言われてますけどね。ブレーキパッドはまだまだ、いやでも若干減ってきたね、やっぱ。減ってきましたね。で、このバネレートがもうレーシング系のバネレートと一緒で、だからこれサブスプリング付きですね。はい、サブスプリング付きでメインのスプリングあってっていう形になっております。だから最初から結構プレロードとかもかけながら、タイヤに対して初期荷重をしっかりかけていこうっていうのが見受けられる。いやー、こういうの見たかった。で、フロント見ると、はい、フロントストラット、こういう風に見るとフロントちょっと華奢ですよね。ああ、しかし車高調になってんだ、最初から。ほら、車高調。へえ、これだからスプリングのこのプレートを巻き上げればどん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 これ車高上がるし、下げていけば車高は下がるしっていう形ですよ。それ以外におそらくこの中にあるのかな、これブーツがここあるので、これ要は車高上げれるじゃないですか、段差乗り越えとかの。その時におそらく、ちょっと待って、油圧どっから入るんだろう。僕この車高が上がるシステムの根本を見たことないので。あ、でも裏でこれコードがここの裏に入っているので、これが車高上がるものかもしれない。これブーツじゃないですか、動きそうじゃないですか。だからこれがウニーって動くかもしれない。ここが全長が長くなって、それで車高を上げるっていうのが、まあ、考えうるアイテムですね、こういうふうに見ると。なるほど。他奥見ても車高上がりそうなアイテムないですもんね。だからやっぱそこで上げるんですね。ここでしか上がらない、上がらない。これがだから車高を上げるためのアイテムです、ブーツです。はい、フロントはシックスポット。さあ、こっちももう外れております。ここ曲がり側のピットです、ガレージです。こういう簡易メンテナンスはもう全部ここでやってくれます。ちょっとタイヤ見に行きましょう。さあ、これが僕が走ってたタイヤですよ、ダンロップタイヤね。意外とね、結構使い切った感はある。まあ古かったから
もうね、でもカッチカチ、もう油分があんまないんじゃないのみたいな。へえ、いや、なんかちょっとグリップしそうなタイヤにはあんま感じないですね。これだから SP スポーツマックスレース2じゃないですか。これを今回は、はい、ミシュランさんのパイロットスポーツカップ2タイヤに履き替えます。リアタイヤ同士でいうとこんな形だから、すげえグリップしそうでしょ。こっちの幅すごいね。この上にカップ2の R タイヤもあるので、実はミシュランはまだこれがトップじゃなくて、この上にもう一つありますので、いや、しかしこれグリップしそうでしょ。ちょっと楽しみになってきた。しかしなんかこういうやっぱセンターロックのホイール見るとなんかレーシングホイールって感じはしますよね。で、今タイヤ交換をしていただいております。もう想像つくと思うんですけど、曲がり川のガレージ、いろんな方が車預けてるので、しょっちゅうしょっちゅうタイヤ交換があります。だからなんか聞くとミシュランさんとかもすげえここにタイヤ送ってるらしいです。はい。で、何のタイヤか分かんないけども、すげえね、これ。これマクラーレンとかがたまに履いてるのを見たことある。765とかが履いたりしてるのは見たことある。まあこういうタイヤも、まあ曲がり川とかだったらいけるっていう、そういう話。いや、しかし楽しみですね。フロント265-35-20インチです。リアは325-30-21インチです。さあ、ちなみにちょっとこれ分かりやすいですね。これダンロップのレース2、こっちミシュランのカップ2。まあミシュランのここもすげえなとは思いましたけど、こっちもこっちでやっぱレース2もすごいですね。もうこの外側のブロックがもうほぼスリック並みに超合成ですよ。まあ、これでももちろんウェットはいけますけど、深いウェットになっちゃうと足元すくわれやすいので、でも昔のカップ2よりも結構ウェット行きやすくなってきてはいるので、それはコンパウンド自身がもう結構シリカ配合で、結構ねウェットでも意外と温度が低くてもいけるので、へえ、すげえな、やっぱお互いいいな。だからこっちはこっちで、古いタイヤじゃなかったら結構グリップあると思います。さあ、一本組み上がり、さあこれでビートが上がりました。で、これで最後、まあ、エアを適正のところにして、あとはこっちにはめてバランスを取り、で最後ちゃんとスムーズにタイヤが回るように調整されるという形。ちょっとまあ何にせよ作業近くで見てると、ちょっと迷惑もかかりそうなので、まあ、僕はじゃあこれで一度戻りましょう。はい。いや、しかしね、なんかフレッシュタイヤ入ると気持ちが違いますよね。フレッシュタイヤですよ、本当。フレッシュタイヤの時って本当グリップ高いので、だから本当明日楽しみでございます。しかもちょっと温度がね、明日29度ぐらいまで上がるというので、タイムはなかなか出にくいんですけど、要はエンジンがちょっとしんどくなるので、まあその中でも結構走りは楽しめるのではないかなと思います。じゃあ実際走っていきましょう。月齢にドン。行きましょう。新しいタイヤです。どういうフィーリングかね。タイヤ
結構いいと思います。タイヤのエアーツはあとはちょっと様子見よう。そうですね、結構多分2秒ぐらいは上がるんじゃないかなっていうフィーリング。はい、さあ今回のタイムアタックはアウトインラップという形を取ります。なのでタイム計測一周っていう、まあいつも僕がやっているパターンなんですよね。あの筑波アタックとか出てって次の週でアタックかけて帰ってくるみたいな。まあタイヤの美味しいとこ考えると、うん、もうそれがマックスなので、で今はもう完全にエアーツもそれに合わせました。で今日はね、あのここの曲がりがあってミシュランタイヤの消費率がすごいので、あのミシュランタイヤの方がいらっしゃって、なんか突然レースのサポート体制みたいなエアーツ、うん、いろいろ構造の話とか聞きました。だからそうするとこれのターゲットのエアーツとしては音感でやっぱ220とか210とか、だから僕がさっき160スタートぐらいで言ってたんですけど、その状態で上がらないと結局構造壊れちゃうんで、うん、まあさっきも走行中は220ぐらいだったので、さあ行きましょう。どんな感じかね、もう言い訳なしですよ。でこのアウトラップが大事。追いつかないようにしないといけないからね、前をある程度開けて。多分前の方はもちろん知ってる方ですけど、マクラーレンの765でフージアタイヤ履いてるので意外とアウトラップ速いはずなんですよ。なのでその速さに合わせて追いつくことはないでしょう。タイヤ温めて、タイヤ温めて、もうちょいやっぱ言われた。
だけしか開催しないタイムトライアル大会なんですよ。で、その秋口が一番もちろんタイム出るんですけども、今日はまあ夏はまあそのなんて言うんでしょうね、まあ定期会ですよね。だから結構みんな真剣に、はい、タイムを求めに行くという形で、結構まあ僕もそうですけど、フレッシュタイヤ下ろしてっていう形で、やっぱね今フロント 2.2 のリアがちょっと上がりきってないですね。フロント 2.1 なので、ちょっと帰ってエアーズ測ってみてちょっと決めたいなと思う。おそらくやっぱ 2.2 ターゲットでリアちょっと上げないと、リアがねやっぱ砕けるので、うん、そのあたりですかね。さあちょっとマイクが死んでたので、今までが無音だったかもしれないですけども、1回目のタイムアタック2秒8、だから前回よりもやっと2秒台入りましたね。4秒4だったので2秒8というと、ああ結構上がりましたね。よかった。まあでも体感上もね、すげえフロント噛んでるので、今まで通れなかったタコツボっていうあのストレートエンドのラインを小回りできるようになったので、これがね大きい。今まで外にどうしてもはみ出してっちゃってたので、噛まないので、だからここがねちょっと大きなところかなと。ブレーキもよく効くし、だからよく止まるしっていうね、このあたりがかなり効いております。でもうこれがラストチャンスです。今日のここでタイム出さないと今日はもう出ないです。なぜなら午後もう今曇りなので、日は太陽は隠れてるんですけど、こっから気温どんどん上がっていくので、路面温度も上がっちゃうので、もうこっからは権利ないんですよ。だからこれが最後だから、1回目の走行で僕エアーツ若干後ろがちょっと低かったので、後ろウニウニ動いちゃってたので、リアステアとの兼ね合いでちょっとねあんまりいい印象じゃなかったので、この辺りをちょっと調整しつつで、これがラストでございます。さあ気合入れていこう、無理しすぎないようにね。はい、行きましょう。冷静に立ち上がり重視。さっきよりリアが噛む噛む、さっきよりリアは落ち着いてる。エアーツがフロントなのバランスなので、こういうのって。さあちゃんとブレーキ熱入れてあげて、ここが今までこういう風に外しか通れなかったんですけど、一個内側を通れるようになったのが大きいんですよ実は。内圧も上がってきました。これでぴったりでしょう。ここ絶対クリップ取んないとダメ。今の音が本当はちゃんと内側から聞こえてこないと、ここもね、ここがちゃんとクリップ取れるかはタイムに全く変わってくるので、この内側通れるのがいいよこのタイヤ。さあ行こう。理想的。
失敗。リズム取り直す。ワンアタックだからこれで諦めない。ちゃんとここ押さえて、ここ小回りしてみよう。試しに出てるかもしれないけど、体感上は、いや本当はこれ1秒台入れたかった。今1秒台を入れに走りました。実はうわー悔しい悔しい。あそこでっていうのを今から、だからあの新しいタイヤになったからですね、ここで今まで外に行っちゃってたんですけど、ここのライン通れるんですよ。このラインを通れるのはやっぱ強い。この小回りラインね。で、先ほどの振り返りでここは決して甘くなかったんですよ。ここはまあ10センチぐらいちょっと縁石から外れてたんですけど、決して悪くなくて、ここが行き過ぎちゃった。結構速度乗ってたからで外行っちゃったんで、ここしくったね。ここでコンマ5はロスった。まあこっからは結構勢いを取り直したはずだけども、いやー惜しい。あとこのタイヤだったら、このね、内側の旋回ラインを通れるかもしれない。このラインをちょっと次は行ってみたいと思います。だからあそこ内側の縁石使う。だからこういうちょっとずつちょっとずつタイヤが変わるとやっぱライン変わってくるので、適正なラインっていうのも、なのでちょっと理想的なラインが通れるタイヤになってきた。要は無理が効くようになってきましたね。ちゃんと一回ギュッてかましたら、そのタイヤが勝手に自分のグリップで持って、そのヨレを勝手にグーって継続してくれるような。前はギュッてヨラしてもタイヤのグリップが足んないからシュ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 ってヨレがね外れてっちゃう感じだったんですよ。だから結構エアーツを落として、ちょっとでもヨレが持続するようにという形でやってたんですけど、いや何秒かわからない。あっつ、こんなさ頑張ることないない、大人になってから。まあ仕事はこれ以上に頑張ってますけど、そのなんだろう、この単発もののなんかでこんな頑張ることはない。いやおもろいね、おもろい。しかしこれもね、この間ちょっといろいろな方と話して決めたんですけど、要は ESC を僕オフにしてたんですけど、前回とか ESC オフにしなくてもむしろ速くなると思うよ、 ESC オンの方が。って、僕これね、電子制御今賢いからオンの方が速いよって自分では前々から言ってたんですけど、自分でそれを実行してなかったのを実行してみました。だからこれもねちょっと効果的だと思う。横滑りは今入れております。じゃあまた、もうタイム出ないと思いますけど、3回目のアタックいきたいと思います。どうぞ。さあ午後1本目です。どんな感じかね。ちょっと昼休みの間にも頭の中を整理しましたので、まあどうなのかというあたり、タイヤはちょっとずつエアーツの適正値、要は前後バランスですね、後ろのエアを今回もう少しだけ開けました。さっき安定感が出たので後ろを上げたら、だからもうちょっと上げて完全にリアが、やっぱポルシェトラクションが全てなので、なのでそのトラクションを上げる方向でエアーツはリアを上げております。狙いとしては今音感でリアに、あ、フロントが 2.2、 リアが 2.2 ちょっとぐらいに音感でなればなって思っております。まあそれがどうなのかですね。で、これが調子良かったら、ミシュランの側としては、適正エアーが大体、
まあ230ぐらいとも言っているので、だもう少し上げてもいいかなと思いますと同時に、あとはミスしないようにね、さっき完全ミスしたので2回もミスしたんですよ。まあそれでもタイプ上がってんじゃないかってぐらいちょっと攻めてはいたんですけど、さあタイヤ、意外とねタイヤが時間経っててもあんまりグリップ落ちてない。さあ丁寧にブレーキ熱を入れてあげてライン取り確認、こっから入ってここでそこまで大きく行かずここでインにつく、でインベタで行く、早めからインについた方がなんか路面感とかちょっと関係してるかもしれない。なんかねその方がグリップがいい。あそこアウトから入ると内側に帰ってこれないんですよ。ここイン側を走るように次意識しよう。よし行きましょう。アタックできたんじゃないですかね。これはねやっぱやってると運転上手くなる。いやなんか錆落としされてる気分がある。いやなんかドリフトといい、これはなんか自分にとってのこれは糧になる。なんかだんだんこのスピード領域で車を結構コントロール下に置けるようになってきた。でライン取りとかも超シビアに今走れてると思う。まあ自分で言うのおかしいですけど、まあ冷静に判断しながらね、これをもう少し速い速度でちょっとコーナーに飛び込めるように次から少しトライをしていきましょう。今結構まとめていて、これでタイムがどうなってるか、上がってなかったらあとはやり方としては、いや上がってないってことはないと思うな。これだけラインをまとめたり走りまとめて上がってなかったらちょっと自分の攻め方が違うんだと思うっていう話になる。これがもし起きちゃうとすると、データロが積まないとこの先僕はいけないっていう風になっちゃうな。自分でデータもうちょっと見ないと、うん、間違いなく速くはなってると思う今っていう感覚で走りました。あとはタイヤのエアをトータルを上げるか、
まあ、あと気温が上がってるのでもしかしたら全体グリップが落ちてるので感覚としては行ってるんだけども、タイム落ちてるってことはありえるのかな。何にせよ次ちょっとタイムさらに求めて走りましょう。ありがとうございます。さあ行きましょう。3本目、4本目です。もうこっからはさっきの3本目でやっぱ2秒4でやっぱタイム上がってたので、もうあれがね僕にとってのもう限界です。あれ以上はもうねちょっとこのレーシングスーツも着てないしの中で行く速度領域じゃない。でちょっとこっからタイヤテストです。ちょっとエアーツを上げました。あ、やっぱタイヤエアーツ上がってる。さあ行こう。ちょっと違う気がする。だからあとはタイムを見てです。だからタイム的には走りで言えば今特別何かをミスったわけではないので、だからその状況を知りたいですよね。結果タイムで何秒だろうね。最後の1走行もうガソリンもギリギリなんですけど、このまま走りどうにか、本当は5リッター欲しいけど、ポルシェのタンクがエアを噛みやすいのかどうかがそこだけですね、わからないのが。もし
しこれでタイムアップしてるんであれば最後ちょっと勝負かけましょう。そのために、いや燃料いけそうだな、最後もう一回だけ気合い入れましょうか。うん、いやでも結構この GT2 を手なずけ出したと思う、個人的にはね、うん、思います。はい、ありがとうございます。面白い面白い、こういう世界やっぱ面白いね。さあじゃあ最後の走行行きましょう。ありがとうございます。熱い。お、更新されたっぽいです。今アナウンスで更新ってあったので、やっぱそうなんだね。感覚で言うと速くないんだけどグリップが上がってんだ。やっぱこのエアーツが正解なんだ。ミシュランが言っているこのエアーツが正解なんだ。ミシュランを疑ってるわけではないけど、感覚的にはさっきの方がいいんですよ。でも今の方がタイヤは噛んでるってことだな。いやーありがたい、今日ミシュランの方が来てくれてて本当良かった、うん、レースサービスやられてる方が来てるので、本当そこでちょっとエアーツ今日来ててくれてなかったらこのコンマ4号は拾えてないです。僕ここのエアーツにはたどり着いてないです。さあ最後の走行です。もうね、先ほどのがもう僕の限界、マジ限界、どっちかっていうと走りたくないぐらいな状況。もうこっからクラッシュの危険がどんどん高まるので、とは言いながらももうちょっとリアタイヤの圧を上げるのもありかなっていうところもあるので、まあ最後ワンアタック、ちょっとタイヤテストのつもりでね、はい行きましょう。やっぱね、もう自分の感覚とタイムがちょっと合わない状態になってきたじゃないですか。もうこの領域って必ずいつもあるんですよ。だからちょっとエアーが張ってきて、あ少し硬いなって思いながらも、実際はタイヤグイグイと路面に食いつき、うん、グリップが高かったっていう状況でタイムが出てるって、もうこの辺りが出てきたら限界っすよ。うん、ほんと限界で、今日はほんとミシュランの方が来てくれていたので、だからこそこんな使いこなせた話で、自分だったらここまでたどり着けてない。結局のところだって音感230ちょっと240弱ぐらいをターゲットに今してるので、やっぱねポルシェのここまで全開で走らせたこと僕自身ないので、なんて言うんでしょうね、こんなにリアをしっかりさせた方がいいんだなっていうのは知らなかった。やっぱポルシェは完全にリアで走るんですよ。それは今思ったところでございます。はい、2箇所見
ミスった。まあ帰りましょう。いい感じだね。バランスとしてはいいんだけど、バランスとしては悪くない。なんでミスったのかって考えた時に、意外とリアが噛むからいけるっていう気になっちゃったのが範囲で、行ってみたらちょっとだけ行き過ぎちゃったっていう、そういう感じ。いやー面白い。ちょっと今の、いやーもうちょっとまとめられたら1秒台入ったのにな。超悔しい。もうちょっとだけあそこ無理しなきゃよかったのに、なんであそこ突っ込んじゃったんだ。どこかっていうとここね、ここの立ち上がりが半端ないうまくいったんですよ。だからここ速度が乗ってたんですよ。そしたらここブレーキが間に合わなくてインにつけなかった。結局ここ車速が落ちちゃった。車速がここ落ちると上り坂なので、ここで前荷重を与えないといけないから、ブレーキかけたりした時にどんどん速度が落ちちゃうっていう悪循環が生じるんですよ。だから結局前荷重もある意味エネルギーなので、エネルギー必要な前荷重の分はエネルギー必ず消費するじゃないですか。だから基礎速度を上げとかないと前荷重も使えないわけで、いやあそこが一番だったな。だからここのリズムも悪くなっちゃったというか、取り戻そうと思って、バカだよね、ゴルフで言ったらミスショットして若干ラフとか林の中に入ったのにピンが見えるからって狙ってまたしくったっていう感じ。あのグリーン手前のバンカー入ったって感じですよ。いやまあでも面白かったですね。本当最後までご視聴ありがとうございました。これからもちょっと続けていきたいと思います。まあ僕が楽しむだけの動画ですけど、でも車ってこういう楽しみ方あるよねっていうのがちょっとお見せすることができたんじゃないのかなと、結構奥深いですね。ありがとうございます。